今天呢，我跟文当介绍我们八月的爱用品，因为我们两个七月比较忙，所以我就没拍了。我们两个就是随性做，想要什么就拍什么这样子。那我是两样，文当是三样，因为我八月都回台湾了，然后工作又比较忙，所以我就没有买很多东西，就只有两样东西可以介绍。它其实就是一直走在一个时尚的尖端状态，大家都可以看一下它买的东西，我都觉得还不错。文当听不懂。好，那第一个呢？听不懂。我的第一个爱用品呢，就是《天气之子》的小说。我跟文当上个月还是这个月，我们两个有去看那个新海诚的最新电影《天气之子》。看完了之后呢，就觉得很感动，很好看。可是那个时候也仅止于在这里了。A里的电话是他的敌意 ，A 里个最近天气的时候就是用的有点。だからそれ聞いた時に、あ、私もちょっと買った方がいいかなと思って、映画も見たじゃん。なんかいろいろ響くかなと思って、試しに買いました。我觉得在看这个的时候啊，就很容易想到很多电影的画面，看起来更享受。然后这一本呢，我还没完全看完，我差不多看了三分之二，快看完了啦。然后我是觉得它比电影里面有些描写还要更细一点，也是看了小说之后才会想起说，哦，原来电影那个时候画面是有这个意义的。而且因为新海诚他这本书里面用到的词都没有很难，所以也蛮适合外国人读的。我自己是蛮建议大家也可以去买这一本来看，好看，好看。接下来是文当。有嘞，对，文章第一个是，でね、なんかれっきとした医療機器なんですよ。プラントっていう会社が出して、血流を良くして、コリの改善やってくれる。あ、そこまでできる。そう、自分はすごい肩が凝るんですよ。あ、工作很累啦。そう、ハオレ。对啊，工作很累。マッサージとか行かずに、日々なんかできないかなと思って、したらこれにたどり着いた。これね、特許を取ったりしててね、すごいちゃんとしたものなんですよ。これ買った時に偽物じゃないかどうか番号が書いてて、その番号をサイトに調べてもらって、それがもしあったら正規品みたいな、そういう調べるサービスもあります。見た目もかっこいいじゃん。对啊，我一开始以为他这个是为了耍帅才戴的。そう、これ色がね、あと黒とシルバーだったかな。文ちゃんは金を選びます。金のかっこよくない？こう磁石がこういう風に。顔が入ってる。コーティングされた。它这是有磁力的啊。磁石でくっつく形になってる。ネットで調べると N 極と S 極くっつくじゃん磁石って。応用して血行良くしてカッコリを改善してるみたい。对，会让血液循环变得比较顺畅啊。でまあ実際につけてみますと中に入れて肌に密着させる感じ。なんか熱、全部流汗、全部汗。そう、暑いの今。水にも強いんで錆びません。永久磁石って言って磁石の力がずっと発揮する。羽生選手もつけてるんだよね。そう。高いやつ。そう。俺僕のは9000円でした。でもこれやることによって本当に肩こりがちょっと改善された気がする。昔はよくこういうことしてたけど。对，我那你在路上，他就突然这样子，因为他觉得肩膀酸。肩こりを気にすることがなくなった。很棒哎。超棒。我第二个这个。看不到蒸脸机，那这个蒸脸机呢，其实不是最近买的，它是一两年前的时候，我还在 LOFT 打工的那个时候嘛买的。文章因为太热了，他现在去那边吹一下风。那为什么买这个？是因为我之前有看研究显示说，在泡澡的话，你的毛孔才会张开，其实对你的皮肤是比较好的。但是因为日本夏天很热，那就没办法每天泡澡嘛。谢谢你。以前在台湾都可能没这么明显，是因为台湾的气候比较潮湿，可是因为日本很干燥嘛，然后。我的年纪又超过25岁，我一超过25岁的时候，我的皮肤就马上变，就是体质就全部都变。那时候我也要维持，那我就听我朋友的建议，我就买了这一台蒸脸机，因为它是之前买的，所以当然不是最新的啦。可是我是觉得它也很够用。那这个一打开呢，它有很多种模式。すごいね、いっぱいあるんじゃん。对，那可以依照你要哪一种肌肤状况，就调整你要哪一个。它都是用不同模式的，比如说。蒸汽出来的时间不同，或是这一台它有个特别功能，是除了蒸汽之外，它还有那个冷的水柱会喷出来，那就可以冷热并存，冰火五重天。我自己是还蛮喜欢这一台的。如果大家要买的话，你们要注意一下，就是你们用的时候要离它有点远，不然有可能会烫伤。我自己用了之后是觉得肌肤的状况真的有比较稳定啊。对了，要跟大家说，就是这个水啊，你不能用那种自来水，还是水道水，就水龙头的水，一定要用那种蒸馏水或者纯净水才可以。我之前就是不知道，然后是后来就是我朋友在有个吧。去他们家打工，他跟我说这个一定要用纯净水，我才知道。如果不用纯净水的话，那就会造成机器的使用寿命减短。那文章的第二个呢？噔噔噔噔，这是什么东西？これはね、飲む日焼け止めです。外で仕事をすることが多いので、日焼けすごいするんですよ。
汗で日焼け止めって流れちゃうじゃん。嗯，文章他其实每天都会擦防晒，他还买了喷的防晒，擦了防晒。可是因为他工作量真的是太大了，然后又很热，所以很容易就被用掉。那他又不好意思一个人在那边擦，因为都是男生。嗯、なんかプラスできないかなと思って調べたら飲む日焼け止めが出てきました。そうだね。自分が買ったのはこのホワイトスプラス、90粒入ってて、1日3粒で30日、1ヶ月分。嗯，これ1回3粒で飲む。そうそう。値段が6000円ぐらい。ネットの評判が良かった。いろいろ入ってるの。ビタミン C、ビタミン E とか。体にも良くって、光によって老化現象が起きるじゃん。日の光浴びて黒くなって、それがシワになったりとか。そういうのを防いでくれる専門のものなの。じゃあ今飲んでどのくらい近かった？1週間ぐらいかな。でもなんかあんま焼けてる感じしなくないで、去年とかすごかったっしょ。文章去年超级無敵黑。これはすごくおすすめの愛用品です。文章真的是很爱美的一个男生。あ、俺の方が説明上手だな。嗯，そう。はい。他很会讲啊。私もない、私もない。下次。ずっと僕のさ、ズドン。刮胡刀。ひげ剃りです。他的这个。昔ね、3000円ぐらい、すごい安いやつを使って、嗯、充電してもずっと充電のマークがついたままなの。あ、そうなの。ずっと完了しないの。じゃあなんかもう綺麗に剃ることはできる？ちょっと残るんだよね。深剃りができない。ちょっとだけいい、それより高いもの、買ってみようかなと思って買ったのがこのフィリップスの。フィリップスのシリーズ5000、三枚刃かっこいいなと思って。いいなと思ったら、ここヘッドが動くの。音もかっこよくない？ヒーン。よく自分はここは結構剃り残しが多いんですけど、こことかもこうやって形に合わせて剃ることができる。男生好辛苦哦。あとこれのいいとこが1時間で充電が完了する。早いね。そう。普通のは前3000円のやつは？3000円のやつはもう24時間ずっとやってても赤いランプついてた。で、フィリップスの3000だったかな？それはなんか8時間とかもっとかかってたんだけど。じゃあ1時間めちゃくちゃ早いじゃん。取り外しが可能でこういう感じで。あ、やべ。どうした？啊，男掉一大堆胡渣。で、これ水洗いができるんで。あ、そうなの？すごいね。なんでこれ水洗いして綺麗保ちながら髭を剃ることが可能です。好，那以上呢就是我跟文章的八月的爱用品。爱用品。如果你们有兴趣的话呢，我会把链接贴在那个说明栏。因为我本来想说介绍一下，大家应该会自己去找，就没想到很多人就说希望我把链接附上去。我六月的后来才有附，如果你们自己没看到，可以看一下。然后我八月真的就会直接附在下面，有兴趣的话你们可以看一下。好，那今天的影片就到这里了啦，不跟你们讲太多废话，大家再见，拜拜。拜拜。拜拜。